こんにちは、安藤です、今日もですね、観音織物で販売している古典柄についての説明をですね、していきたいと思います。まず見ていただけますか、この柄、これはね、よく見ていただいたらいいように桜の柄なんですね。桜柄っていうやつですね、本染めなんで裏表しっかりと柄が出ています。桜の柄で桜柄と言います。で、これはですね、見ての通り桜の柄なんですけども、桜っていうのは春ですよね。で、これは豊作を願って、この桜の下でですね、宴会をしたっていうのがまず始まりなんですね。豊作を願っての宴会なんですね。というのも、この満開のですね、桜の下でですね、田んぼの神様にですね、お酒やとかご飯ですよね、そういったものを振る舞ってですね、お願いしたね、豊作をお願いしたっていうのが、始まりなんですね。今では、パーティーみたいな形で宴会みたいになってますけども、実際はですね、そういった神事みたいなもんだったんですね。じっくりとそういった形で、おみきをあげたり、ね、ご飯っていうかそういった形であげたりしていたもんなんですね。ですから、結構そういっためでたい柄っていうのがこの桜の柄になります。これ以外にも本当たくさん、古典的な柄がありますが、みんなそういうふうに意味があります。で、今回は桜の柄でした。また次回違う柄を説明したいと思います。お楽しみにお待ちください。よろしくお願いします。